子供に愛情を伝える叱り方トップ5、特に第1位は一番重要です。第5位、叱ったその日にスキンシップ。叱った後そのままにしておくと、子供は自分が嫌われたのではないかと不安に感じることがあります。例えば夕食後に一緒にテレビを見たり、寝る前に今日も大好きだよと言ってハグするなど、スキンシップを通して愛情を再確認させる時間を作りましょう。第4、感情を冷静に伝える。子供が悪さをした時、感情的になってしまうのは自然なことですが、冷静に伝えることが大切です。例えば子供が兄弟を叩いてしまった時、何か嫌なことがあったのかなと冷静に理由を聞き、その後で叩かれると痛いし悲しくなるんだよと説明してあげましょう。第3に、叱る理由を明確に伝える。ダメだけでは子供は何がいけなかったのか理解できません。例えば夜遅くまでスマホを使っていた子供に対して、遅くまでスマホを使うと次の日の学校で眠くなって勉強に集中できなくなるよと具体的に説明しましょう。第2、人格と行動を切り離す。叱る時に気をつけたいのは、子供の人格を否定しないことです。例えばあなたはいつも悪い子だというのではなく、おもちゃを投げるのは良くないよ、壊れちゃうからねと行動に焦点を当てて話しましょう。第1位を紹介する前に、この動画が二度と流れてこないかもしれないので保存ボタンを押しておいてください。僕はとても嬉しいです。第1、本当に思ってることを伝える。叱る際には心から伝えたいことを正直に伝えることが一番大切です。例えば子供が宿題をやらずに遊んでいた時、宿題をしないと困るのはあなた自身だよというだけではなく、ママはあなたが宿題をしないと将来困るんじゃないかと心配なんだと自分の気持ちを素直に伝えましょう。そうすることで子供もその心配を理解しやすくなり、宿題の重要性に気づくきっかけになります。子供に憎まれる叱り方トップ3は、コメント欄を見てちょんまげ。